沖縄のモネちゃんの初耳学のね、未公開にまたね、先週と引き続き、また今週も出た感じでしたけど、先週は30分ぐらい喋ったのかな。でも今週のやつは、昨日のやつはまあ10分ぐらいですかね。まあまあ、それでも面白かったですけどね。大泉洋さんがやって、渡辺直美さんがやって、モネちゃんがやって、グリーンがやってっていうので、まあそれぞれ面白かったです。特にグリーンのね、メンバーどうやって集めたのかっていうのが、まさかカラオケで集めたっていうのがね、あれはちょっとびっくりしましたけど。で、モネちゃんの話は、まず受験ですかね。やっぱ明大のね、高校から大学になる時の2015年から16年にかけての1年間の受験勉強が過酷だったってことですね。まあ、忙しかったですもんね、この時ね。で、勉強方法は独自のやり方をして、これで林先生合ってますかねって言ってたので、お風呂の中で一人で世界史の授業をやってた。世界史がね、弱かったって。そこを強化したいっていうね。まあ確かにね、女子はね、社会とかね、日本史、世界史は弱いっていうね、のが多いですけどね。で、まあこれを聞いて僕は思ったのは、で、林先生はね、人に教えると定着する。頭の中で世界史の授業やって教えてる感覚になって覚えたっていうのは、それは理にかなってるって話をしたんですけど、僕はちょっと林先生と違うふうに思って、お風呂の中で一人で世界史の授業をやって覚えたっていうのは、これは僕芝居をやって覚えたんだなって感じですよね。一人芝居をお風呂の中で自分が先生の役っていう設定にして、やったからセリフのように入ってきたんじゃないのって、だから、まあ女優としての、覚え方だなっていうふうに僕はちょっと感心した感じですかね。それはね、ちょっとそこは林先生と思った感覚が違いました。あと、まあ、奇跡っていうのがあって、それは千早フルの時で演じた役が古典オタクの役だったんで、古典がねできなかったから古典を覚えれたと。特に百人一首で文法を学んで、あれをね覚えとけばまあまあ応用できたっていうことで、それは林先生もそうだっていう話をねしてたので、まあ、それはそうだなっていう感じ。まあ、これもでも結局さっきのお風呂の話につながるんだけど、やっぱり役で覚えたってことなんじゃないのかなと思いますよね。多分その女優としてのセリフ覚えみたいな感覚でやると、モネちゃんはすんなり入るんじゃないかなっていう、なんかただ単純に僕はそういうイメージかなと思ったんですけど、ね、あとちょっと感動したのは、モネちゃんが手紙を書くのが好き、手紙を書いて渡すのが好きってね、一個さんっぽいなと思ったんですよね。手紙をね、書いて渡すって芸能人って多いじゃないですか。特に IKKO さんとかが有名ですけどね。で、だからああいう IKKO さんみたいな手紙を書いて渡す人っていうのは、なんか気遣いの人みたいな感じで言われるし、字もうまいしねっていうところですよね。なんか芸能界独特のやり方みたいな、営業方法みたいな感じは。で、マネージャーさんに宛てた手紙っていうのを見せてもらってましたけど、めちゃくちゃやっぱ字はうまいですね。あれだけ字うまければね、やっぱり手紙はね、書きたくなるんじゃないかなと思いますけど。で、林先生もね、その字は絶賛してて、この字で成績が悪い人はいないみたいなね。大体女子大学生見てると、こういう字を書く人は成績がいいみたいなね、ことを言ってましたね。で、字は人格が出るっていうね、ことを言ってたんで。まあね、たけるくんもね、独特の字ですけど、うまいですよね。なんか、下手くそな字ではないですよね。で、まあ、びっくりしたのは、ホテルのゴミ清掃員の人にまで手紙を書くっていうのはなかなかしないですよね。これは本当気遣いの人なんだなって。なんでそんなことするのかって言ったら、家族がそうだったと。排水管清掃の掃除のお兄ちゃんとか宅配のお兄ちゃんにまでなんかね、お土産じゃないけど渡してたのが家族っていうんですか、おばあちゃんみたいな。それでお母さんもそういうことを受け継いだんで、自分もその DNA が入ってるっていうところを言ってたので、ちょっとこれから僕の家にもね、排水管の清掃員がね、来るんですよ。なんか渡した方が、まあでも、おっさんが手紙を渡すのはちょっとやばいので、なんかあげた方がいいのかなって。バレンタインですしね、まあおじさんからバレンタインのチョコもらいたくはないでしょうけど、ちょっとバレンタインのチョコは余ってるんで、あげようかなとか今考えてるけど、まあでもそういうの喜ばないですよね。缶ジュースでもあげようかな。じゃあ3時ぐらい。もう3時になるしね。まあ、まだ全然来そうもないんですけど、ただね。まあだからその気遣いが人としての魅力につながってるんだなっていうのと、あと、まあ林先生のね、未公開の中で出てたのは、まあこれは前から知ってますけど、松たか子さんが憧れの女優さんっていう話でね。
名前を出してましたけど、その松高子さんに対しての大先生の小ボケみたいのにもモニターが突っ込むのがすごいなっていうところを、気遣いだなっていう話をしてて、でその松高子さんの話で好きだってやっぱり同じようなねジャンルっていうんですかね、本格的女優なんだけど歌もやれるっていうね、ミュージカルもやれるし声優もやれるし歌手としても一流。モネちゃんが行き着く先っていうんですか、今後こうやって活躍してて女優を続けてって指針になってる人なんだろうなっていうところですよね。松高子さんみたいな立ち位置になったら成功だなっていうところなんだろうなという意味合いではそこを指針にしてるのかなとは思いますけど、未公開も全然見応えあったなと思いました。その後ね、僕はね鬼滅を見たんですけど、鬼滅の最終回はねやっぱりねすごかったです。また鬼滅やるみたいなんでちょっと嬉しかったですね。まあそんな感じです。